皆さんこんにちは。坂のネタを言いたかったな。はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。 AT ブログです。はい、ということで今日はですね、カップルテストをやりたいと思います。何これ、だってこれたまにおもちゃ屋さんにあるでしょ、この猿のこういうことはい、カップルテストとは何ですか。お互いのことはどれぐらい言ってるかどうかをテストする。そういうことです。テストです。テストする、テストワールド、はい、質問に答えなきゃいけないんですけど、まあ自分のことはわかるけど相手の答えを想像して答えるということ、yes. 私のこと知ってるのかな。知ってますよ、そりゃ。まあ、もう私たちは何年間付き合ってる？5年間付き合ってます。この5年間のうち1年間はね、世界一周に2人で行ってたので、もう毎日365日朝起きて連絡昼もご飯も連絡、夜寝る前も連絡、ずっと一緒にいました。24時間なのでね、全部知ってます。知ってるはずだね。イエス。では早速やっていきましょう。ちょっとあの簡単な質問からスタートしようかなと思って。そうだね。はい、ウォームアップ質問1、あなたは犬派か猫派かどっちですか。はい、私は何。あ、俺が答えるんだっけ。レナの答えを俺が答えるんだっけ。そうだね。そうだね。ズバリレナの答えは猫です。はい、ペットを買ったことないけど、ま、合ってます、イエーイってなってきた。まあそれは知らないと怒るよ。ゲイのレベルじゃないよ。別に知らないなら殺す。はい、ペット飼ったことないけど。そもそもでもいらないでしょ、ペットは。はい、あんまりね。うん、そう、私そもそもいらない。なんでかというと、はい、ね。いいよ。なんでしょうからね。はい、次行きましょう。次行きましょう。2個目が、好きな色は何ですかという質問。はい、俺はすぐ分かるよ。あ、はい、ブルー。そうだね。はい、そう、めっちゃ青好きだもんね。そう、めっちゃ青好き。青です。そういうこと。はい、次行きましょう。はい、3つ目ね、好きな食べ物、料理は何ですか。おお。レナの好きな食べ物、何が分かんない。え、待って待って、絶対分かるよ、こんなの。3、ちょ、待って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 4つ目、暇の時に好きなアクティビティは何ですか。おお。暇な時に好きなアクティビティ、もうレナは分かるよ、 100% 当たる。本を読むこと。ブブー。え、違うの、ずっと本読んでるじゃん。そうなの。あ、分かった、はい、携帯のゲームすること。それもブブー。違うこと、もっと 100% やってるよ。食べること。何？何？分からんのだけど。ネットフリックスじゃないの？ああ、海外ドラマ？ずーっと見てるわ、確かに。あ、でもなんか全部合ってたよ、大体。あの、食べることも好きだし、本を読むことも好きだし、ドラマを見ることも好きだし。はい、次。はい、次の質問は、ちょっとなんか面白いやつを見つけたから。はい、どうぞ。俺全く質問知らないんで。そう。次の質問は、スーパーヒーローになったら、何のパワーがあるかという質問。何のパワーが欲しいかってこと。うん、欲しいか。スーパーパワーになったら、スーパーパワーになったら、スーパーヒーローになったら、スーパーヒーローになったら、どんなパワーが欲しいか、はい、スーパーヒーローになったら、え、どんなパワーが欲しいか。ドン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 、うるさいね。
分かった、俺分かった、レナの答え。はい、スーパーヒーローになったらどんなパワーが欲しいか、ズバリどんだけ食べてもまだいけないの答え。まだ答え言ってないんですけど、はい、どんだけ食べても太らない能力だよね。違うの？だってそしたらどんだけでも自分の好きなもの食べれる。今言われてみれば欲しいでしょ。今私は言ったらめちゃつまらないよ。私は飛びたい。飛びたい。は飛べたらいいなと思って。どういうこと？空を飛びたいってこと？そうだよ。そんなスーパーヒーローにならなくても飛べるじゃん。今なんかあるよ、そういうあの背中に背負ってジェットがバーって出て空飛べるやつとか、フライングジャケットみたいな、多分何百万とか出すの買えるよ。じゃあ頑張って買ってください。誰かプレゼントしてあげてください。お願いします。はい、次の質問。ででん。寝る前に最後にやることは何ですか？おー、それはあれだよね、歯磨きとかそういうことじゃないね。あと目をつぶつぶす。寝る前に目つぶしたら朝何も見えねえじゃん。自分寝る前にこうやってこうやって。大体違う、なんという目をつぶるでしょ。はい、そういうことじゃない。そういうことだね。寝る前にすること？はい、おなら。違う。よくおならしてるじゃん、ベッドで。どういうこと？みんな変なこと思っちゃう。違う答えは大丈夫だよ。タカを無視して寝る。どういうこと？ずっと同じうるさいから。そうだ。はい、次。じゃあ、ちょっともうめっちゃ長くなってるから最後の質問にします。いっちゃいましょう。はい、最後の質問は面白い。タイムスリップしたら、はい、どこのいつに行きたい？おお、わかった。タイムスリップしたら世界一周の時のバリに行く。おお、バリ大好きだからね。でもバリは別になんかまた行けるから。確かに、なんか行ったことないところに行きたいから、なんか昔の日本を見たいなと思って。ああ、何十年前とか江戸時代とか。江戸時代とか、うん、みたいな。私なんか歴史を学ぶのも好きだし。はい、まあ、全然面白くない。全然面白くないですか？と、はい、ということで私たちはお互いのことは、まあ、よく知ってるということが分かった。本当に大体は大丈夫。ああ、知ってたり知ってなかったね。まあ、でも多分あの皆さんがいろんな新しい発見があったと思います。ありましたね、多分ね。で、なんか寝る前におならするとかね。はい、私たちについてなんか質問とかがあればコメント欄にちょっと私たちに質問があればコメント欄に書いてください。質問に答えるアンサー動画ね。そうだね、を撮ろうかなと思いました。はい、なのでね、どしどしコメント欄に。変なことでもいいし、え？まあなんか気になることがあったらコメント欄に書いて聞いてみてください。はい、いつかねアンサー動画作ろうと思います。今日はそれで終わりになります。面白かったでしょうか？面白かったかな。こういうスタイルの動画が面白いと思ってくれた方は、ぜひいいねボタンを押してください。それだったらあのいいねがいっぱいあればまた同じような、まあ、こうやってね家で、まあね、もちろんこう今日ねちょっと雨が降ってて外、そう、名古屋の紹介とかしようかなと思ってたんだけど雨が降ってるんで急遽ね家の中で、まあ、こういうスタイルがね楽しいなと思ってくれれば次からもねたまにはこういうスタイルで動画を作っていこうと思います。はい、答えは、透明になること。なんでかというと変態だから。あのレナがお風呂入ってるところを覗くとかそういうこと？いや、私別に私はあの見たいならいいけど、あの他の女の人はなんか見たいから。違う違う。違わない。違う、はい、次絶対にそう。次の質問いきます。